日本アシカは、哺乳湖食肉目アシカからアシカ族に分類される、帰客類。北は、カムチャツカ半島南部から、南は、宮崎県内ヨド河口にかけて、北海道、本州、四国、九州の沿岸域、伊豆諸島、九六島、西之島、竹島などの日本海の当初、千島列島、南からふと、大韓民国などに分布していた。さらに、 古い朝鮮半島上の記録によると、北海と黄海から東岸を含む広範囲に見られたとされる。繁殖地は、御長橋島、九六島、敷根島、竹島で確認例があり、犬坊崎、稲田葉島、大野原島、七津島でも繁殖していたと推定されている。太平洋側では、九州沿岸から北海道、千島、カムチャツカ半島まで、日本海側では、 朝鮮半島沿岸から南からふとが生息域、日本沿岸や周辺の島々で繁殖、特に青森県九六島、伊豆諸島各地、伊良ミ崎、大淀川河口なども生息地であった。三浦半島、伊豆半島、お前崎島にもかつての生息を思わせるような地名が残っている。縄文時代以降の北海道、本州、 四国の遺跡で骨が発見されていることから近年までは日本全国の沿岸部に分布していたと考えられている。体長オス平均 240cm、メス推定 180cm、体重オス平均 494kg、メス推定 120kg、アシカ属最大種、カリフォルニアアシカと比較して体長が10%、体重が 約30%以上は大型。一方で、外部形態や体色での判別は困難とされる。上顎の方馬が一本ずつ多い傾向がある。オスは全身が暗化主食で、頭頂部が隆起し体毛が発火する。メスは肺化主食で、背筋は暗イ色。カリフォルニアアシカの足とされることもあった。1950年に、 オクシリ島で発掘された頭骨を用いた比較から大型であることや死列から1985年に独立種とする説が提唱されている遺跡から発掘された獅子の骨の DNA の分子系統解析からカリフォルニアアシカとは220万年前に分岐したと推定されている巨万 20km 以内の沿岸域に生息していた 竹島繁殖個体群は繁殖後に回遊、もしくは季節移動を行っていたと考えられている。同所的に分布する北オット星やトドと比較すると大規模な回遊は行わない。裸イワシなどの魚類、ホタルイカなどの等足類を食べていたと考えられている。死因として天敵のシャチやサメ類、病原としてはフィラリア症、皮膚病、腸内寄生虫が挙げられている。 婚姻様式は、一夫多妻。5から6月に交尾を行い、竹島では4の5月に集合し7から8月に離散していた。1回に1頭の幼獣を産むと考えられている。生息環境として、岩礁や海食堂があり、繁殖活動は、繁殖期に限られた繁殖場でのみを行う特性であった。別名として、アジカアシカヨウミオソウミオジウミカブロクロアシカトド、 トトの道道などがある。小野蘭山の本蔵項目形蒙などから、日本海側では本種がトドと呼称されていた可能性もある。日本近海では106箇所のアシカとの名のつく地点が存在する、あるいは過去に存在していた。これらは、アシカとつく地点は、長子市南日南市北の太平洋岸及び、瀬戸内海、トドとつく地点は北海道岸。 大船都市北の太平洋岸、島根県までの日本海岸に分かれる。都どとつく地県に関しては種とどの繁殖地と異なる地域が含まれること、日本海側で本種が都どと呼称されることもあったことから、本種が由来となっている可能性もある。1991年の環境超列データブックでは絶滅と判定された。 これに対し2008年の時点では1974年の捕獲例など50年以内の生存報告例があることから全滅種には該当しないとする反論もある。絶滅危害英類、約8000年前の低地遺跡から出土したアシカの骨アシカとオットセイ、和漢3サイズ最後の生態発見例がある。レブン島においても史料が盛んであった。江戸時代に執筆された。 和漢三サイズには、肉は食用には適さず、油を入り取っていただけであると記されている。油脂は身を煮沸して抽出し、そのまま使用する以外にも、石鹸や煮皮などの原料にも用いられた。二十世紀に入ってからは、必要部位を取り除いた後に残った肉と、骨は肥料として販売され、昭和初期にはサーカス用途にも捕獲されていた。長谷川切丹。 魚類譜に描かれた日本アシカ。実物を見ながら筆写したものと思われる。江戸時代に書かれた複数の文献において日本アシカに関する内容が記述されている。シーボルと日本動物詩には日本アシカのメスのアセージュが描かれている。相模灘海魚部にも不正確ではあるが日本アシカが描かれている。20世紀初頭における生息数は 三万から五万頭と推定されている。江戸時代までは禁領であった。例として、紀伊藩では、初代藩主、徳川頼信により、禁令が出され、海遊記の狩猟及び、足賀島への上陸、衣名やわたぐうである上山家を、監視役に命じ、報告書の提出を義務づけるなどの対策を、行っていた。高崎藩では藩主により、調子での捕獲が禁止され、 仮に捕獲する場合は年に1回苗が金を取った漁師1人のみを許可していた。明治時代の政治的な混乱により捕獲役所が野放しとなった。明治新政府により捕獲が禁止されたり保護施策が江戸時代から受け継がれたところもあるものの徹底はされなかった。1879年に神奈川県三浦市南下浦町松和の海岸で 捕獲されたメスの日本アシカを描いた正確な絵図が博物館社製に残されている。少なくとも1900年代までは日本各地に生息していた。しかし19世紀末から20世紀初頭にかけて多くの生息地で漁獲薬所が行われ、明治40年代には長子以南から伊豆半島の地域で見られなくなり、同時期の1909年の記録では 東京湾沿岸からも姿を消し、記録がある、相模湾、三河湾周辺の篠島、伊良湖岬、瀬戸内海の鳴門海峡などの日本各地に生息していた古代群も20世紀初頭には次々と絶滅に追いやられ、その生息域は竹島などの一部地域に狭められていった。竹島周辺の足シ漁は1900年代初頭から本格的に行われるようになった。 乱獲が懸念されたため、1905年2月22日に、同等の所属を島根県に決定、同年4月に同県が規則を改定して、足下漁を許可漁業に変更、行政が許可書獲得者に対し指導して、同年6月には共同で漁を行うための企業、竹島漁業合資会社が設立されて組織的な漁が始まり、同年8月には、 当時の島根県知事である松永武義と数人の県職員が島に渡り、漁民から譲り受けた日本アシカ3頭を生きたまま連れて帰り、県庁の池で飼育していたが間もなく死亡し白生にした、と山陰新聞が同年8月22日に伝えていた。アシカ漁では平均して、年2300から2000頭が取られた。1904年から1911年までの、 約8年間で1万4000頭も捕獲された。明治大正年間の乱獲によって、個体数、捕獲数ともに減少していった。昭和初期には、見せ物として使用するため、工業主から生きたままの日本アシカを求める依頼が増えたが、その需要に応える量を確保することが難しい状況になっており、1935年、五郎には、 年間20から50頭まで落ち込んでしまった。捕獲量が最盛期のおよそ40分の1にまで激減したことや太平洋戦争勃発の影響で戦中アシカ量は停止された。第二次世界大戦以降は1951年に竹島で50の60頭が確認されているなどが挙げられる。朝鮮戦争中には 韓国兵が射撃訓練の的として使ったとの噂もある。1950年代以降の生息報告は、レブン島沖、青森県九六島、島根県西の島、竹島、千島列島ステーゴコタン島、カムチャッカ半島南部に限定される。ソ連実行支配地域でも1949年に、南からふとの海馬島での捕獲例、1962年に、 捨て心担当での目撃例、1967年にカムチャッカ半島での死骸の発見例がある。1970年代以降では1974年にレブン島沖で本種と思われる飛脚類の幼獣の捕獲例があるが、捕獲後飼育されていたものの20日後に死亡している。1975年に竹島で2頭の目撃例があったのを最後に本種の生息は報告されていない。 WWF によると、繁殖は1972年まで確認されており、捕獲された個体が韓国の動物園で子供を出産したという記録が残されている。最後の目撃事例以降にも、日本沿岸でアシカが数度目撃されており、1981年と1985年には、岡山県玉野市宇野で2003年7月に、鳥取県岩美町の海岸で、 2016年3月に、鹿児島県薩摩川台市沖の下越島周辺で、目撃情報があったが、いずれも種は、不明確であった。日本の鳥獣保護法は制定された1918年から、約84年間は、海正哺乳類は入っていなかった。2002年に、鳥獣保護法改正により対象主とされた。生息状況の確認が古文献や聞き取り調査に、 限られること、生息数減少の経緯が不明なことから、生息数減少の原因を究明することは、ほぼ不可能と考えられている。可能性のある主因として、生息環境の変化、捕獲圧が原因と考えられている。怪我は、白生目的の乱獲、人間の繁殖地侵入による、拡乱、エルニーニョ現象による食物の分布や、生息数変動による可能も考えられている。 衰退絶滅の主な原因は、皮と油を取るために乱獲されたことである。特に竹島においては大規模な足下量による乱獲で、個体数が減少したことが主要因とされ、研究者の一人である、島根大学医学部の井上紀夫も同様の見解を示している。1950年代には日本からの大量のビニール製品やソビエト連邦の厳選や、 核廃棄物の投棄など、著しく、日本海が汚染された時期であり、生息環境が悪化していた点も指摘されている。残った数少ない個体も、保護政策は実施されず、日本の鳥獣保護法では長期間保護対象外だった。ことや、竹島を不法占拠してきた大韓民国でも、行われなかった。韓国による竹島の軍事要塞化や、 在日米軍の軍事演習実施などの軍事関係も要因として指摘されている。新聞による文献調査から京都市動物園、熊本動物園、神戸市諏訪山動物園、堺水族館、天王寺動物園、東山動物園、箱崎水族館、阪神パーク、阪神水族館に収容されていた可能性がある。最も古い記録は 京都式年動物園で1903年の開園時に沖さんの二頭が収容された記録がある。大阪市天王寺動物園の6体のアシカの白星も竹島で捕獲され、戦前に同園で飼われていた日本アシカのものであることが判明した。その中には竹島で恐れられたヤンコウダヨウと呼ばれる巨大なオスの個体の白星も含まれていた。白星は 長年との種類のアシカや、とどと思われていたり、白星の存在自体が忘れ去られていたが、1990年代以降に、相次いで所蔵されていることや種類が、日本アシカであることが判明している。現存数は、全世界で、約10から15体とみられている。1886年2月に、島根県松江市美保の石町で捕獲され、 以来島根主犯学校から島根大学に保管されていた白星が1991年に井上清による調査、鑑定で日本アシカと判明し、それが契機になり、先日の天皇児動物園の白星も見つかった。1993年から1998年にかけて島根県立三亀自然館や井上清などの調査、鑑定で島根県の出雲高校、 大古祖高校、松江北高校でも、日本アシカの白星が所蔵されていることが確認された。2006年11月3日から5日に、大阪市天王寺動物園で行われた、絶滅の危機にある動物展で、保存されている白星が初めて一般公開された。また、当時の生態を伝える10点ほどの写真があるほか、1992年には、米子市の民家で、 1940年に竹島で撮影された貴重な映像が発見され、日本アシカの生き生きとした姿が収められていた。また、戦後間もない1948年のニュース映画に、大阪・淀川に名入したアシカが捕獲される映像が残されている。由来する事例として下記が挙げられる。日本各地に広く生息していたにもかかわらず、クジラバカがたくさん存在するのに対して、 日本アシカの供養費はわずか2カ所しか存在しない。出雲大社の博多神寺等の従儀では、日本アシカの川の上に土器等を置く伝統がある。2013年2月、沖野島町在住の元小学校教員がかつて竹島で漁業を、なりわいとしていた町内の人々から聞き書きした絵本が、自費出版された。竹島が豊かな漁場であったことや、連れ帰ったアシカと、 島の子供たちとの触れ合いが描かれている。その後この絵本は2017年に山陰中央新報社から出版された。ありがとうございます。